私結構9点で買ったじゃないですか、いろんなものを。で全然1個届かなくて、でもなんか配送完了になってるんですよ。どういうことって感じで今で、なんかその追跡できないやつ、一般配送みたいな、追跡できない配送のあれで、ショップあるいは配送会社、ここに電話したらいいのかな。どっちがいいんですかね。いやもう配送完了になってるんですよ。そうで、もうこれが発送されたのも10日前そう、発送されたのも10日前なのね。で、だいたい平均配送日が2日から4日営業日って書いてあるんで、さすがに10日あれば届くじゃないですか、どう考えたって。で、配送完了になってるし、聞いて問い合わせした方がいいんですよね、きっと。なんて問い合わせたらいいんだろう。なんて問い合わせるのが正しいんだろうめっちゃ楽しみにしてたのに、これなんでなの？届いてません。確かに確かに届いてません。届いてないんですけどね。届いてないんですけどって感じ。配送完了、配達か、え、配送、もう配送完了、もう届けましたってなってるんです。そう、おかしいですよね、絶対おかしいですよね。いや誰も、そうパパとママに聞いたんですけど、誰ももらってないみたいな、誰も受け取ってないし、はあの不在連絡票も入ってないしみたいな。そうなんですよ、だから絶対おかしい。おかしい。調べよう、ネットで。9点配送完了。届いてない連絡をする。そう、もう配送完了なんです。
でもこれは台風の影響とかじゃなくて、もう台風がうんぬんって言われる前に配送完了になってるのでおかしいんですよおかしいんですよ。とりあえずおかしいんですよ。ショップになんて問い合わせしたらいいんですか。荷物の送り状番号、なんかだからそのなんていうんですか、あれができないやつだから、いや届いてないんです。届いてない場合にはお受け取り後の対応でも構いません。いや届いてないからお受け取り後の対応うんぬんとかじゃないんですよ。届いてないんです。メールが来てる受け取り確認してくださいってメールが来てる。だから届いてないんだってうん、トントン。この配送完了って誰がボタンを押すんですか。確かに確かにそれな。配送業者、じゃあ届いてないです届いてないです。誰ですか、勝手に私の配送完了ボタンを押した人は誰ですか、勝手に配送完了ボタンを押しちゃった人は。ちょっと待ってね。すいません、全然関係ないことしてました。購入履歴の追跡番号だと昨日届いたことになってます。でも届いてないって、どこですか。郵便局、ゆうメールって郵便局。でも日曜日ってやってない、やってんのかな。ポストも見ましたよ、ちゃんと。ポストっていうか、そんなポストみたいなポストはないんですけど、ちゃんと見ました。入ってそうな場所なのにないんです。購入履歴は残ってます。
それ以外は全部届いたの。うん。ピーン。わかりません。郵便局は配送めちゃくちゃ遅いことがある。郵便局が配送めちゃくちゃ遅いのは分かりました。それは全然 OK なんですけど、それだったら全然いいんですけど、その配送配送遅いんだったら全然いいんですけど、配送完了っていうのが表示されてるんですよ。そう、配送完了っていうのが表示されてるんですね。ってことは、そう、今ってUメール土日配達やってない。ああ、じゃあもうおかしいんだ、これが勝手に配送完了になってるってこと。どこに確認するのが一番正しいんだろう。郵便局ですか。でも日曜日だからやってないじゃないですか。できっと明日も敬老の日だからやってないじゃないですか。もうそしたら明後日ですよね。キャローさんミラーボールありがとうございます。サプライズレバーさんミラーボール4つありがとうございます。パンダさんミラーボール2つありがとうございます。7、郵便局の追跡番号ないんです。そう、追跡できないあれなんですよ。つらピエン。トラック野郎さんミラブル2つありがとうございます。9、ありがとう。9個分。ギャローさんミラブル1つ、あー、ありがとうございます。10個分ありがとう。ちょっとてんやわんや。でもさ、もしさ、いや届けましたみたいな、あ、間違えてその隣のお家の方のところに入れてしまったのかもしれませんとかってなってたらさ、もう隣のお家の方が私のそのメイク道具なんですけど買ったものを、もしかしたらへへ、しめしめやったぜって言って使ってるかもしれないってことでしょ。もう2日あったらそんなん使うよね絶対。勝手に使われたらムカつくんですけど私のお金で買ったのに悪い人だったら絶対使いますよね。岩潤さんケーキありがとうございます。ショップに連絡するのがいいのか、その郵便局に連絡するのがいいのか、どっちですかね。郵便局？ショップ？でもそのレビューみたいなの見たんですよ、そこのショップの。したらちゃんと届いてますみたいな書き込みが多くて、そうだから別にそれで私も買ったし、どっちかに電話したら正しい方法を教えてくれます。でも U メールの場合、配送中による紛失、破損、誤送、誤配
なんかいろいろの事故については一切補填はございませんって書いてあるんですけど、どういうこと？まあなんか定携外郵便って良くないんですかね。無理なんですけど、もうせっかく買ったのに。マジ？待って、まるちゃん始まっちゃうマジで言ってる？到着してないんですけど。でも商品自体はいいけど届くのが遅すぎますっていうレビューもある。どっちだろう。でも買ってからもう2週間経ってるよ。とりあえずまるちゃん入れよう配送完了、確かに配送完了なのに来てないっていうのはおかしいことですよね。確かに。海外からだとこのお店はね、どこだろう。ショップ情報。大阪府。日本です。 SVG さん、ピンクだるまありがとうございます。どこに連絡したらいいの？結局ショップに問い合わせしたらいいの？まず私は、じゃあまずショップに連絡しますね。メールで、なんかメールできるので、その9点のあれから。そう、郵便局は、はい、まだ開いてないからね、この時間、この時間っていうか日曜日。そうですよね。問い合わせ。なんて聞いたらいいんだとか、なんて聞いたらいいんだろう。それですよね。届いてないんですけど。届かない。配送完了の対象、これだ。
ちょっと一旦9点をアップデートします、アプリを。アプリをアップデートします、まずそこから。なんか多分今のタイミングで私が言ってるから、いや台風だよって言われるんですけど、違うんですよね、台風云々って言われる前からもうこれがこういう状況だったので。そう、台風のせいではないんです。なんて書いたらいいんですか？届いてないですって送ったらいい。なんて書いたらいいのか分かんない。文章、文章が思いつかない。タイプを選択で配送にします。はい、コメント、9月4日に注文させていただき、ですが配送完了じゃない、配達日って何ですか？配達日ってなんだ？配達始めますって言った日ってこと？配達日は本来なら届いた日。え？10日前なんですけど。おかしくない？届いてない？え？届いた？届いてないよね。いや届いてないです、絶対。もう、え？嘘でしょ？最悪なんですけど。もう遅いってことかな？でも届いてないんですもん。
届いてないんですもんね。え、どういうこと？登録。登録する。登録します。とりあえずショップにお問い合わせをさせていただきました。私はお金払わんぞ。届いてないんだもん。届いてないんだもん。え？もうとりあえずまあ送ったので、そう、受け取り完了って押さないとそのショップ側には入らないんですよ、お金が。だからどうなんですかね。払ってないことになるんですかね。払ってることになるんですかね。どっちなんですか。多分押さないと決済されないパターンだから大丈夫なやつだと思います。秀樹ごめんは受ける。やばい、お姉ちゃんにバレる。開かない。開いた。そう、何回も受け取り完了してって連絡が来てるの。でも届いてないんだもんって思って押してないんですけど、まさかのあっち側は送ったよって言ってるっぽい。受ける。受けるよね。うん、でも私は届いてないんで押しません。はい、押さないです。え？受け取り完了のメールに商品なんちゃら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 、いや、とりあえずショップに連絡しました。とりあえずショップには連絡したんで大丈夫かと思います。大丈夫かは分かんないけど、一旦やること、今できることはやった。なんか台風じゃないんですよ。ありがとう。台風じゃないんです。でも
月曜日までに分からなかったら火曜日に郵便局で相談すれば調査制度っていうのがある。へえ。パンダさんハートありがとう。でもしもし、いや郵便局側はいや届けましたって言って、いやでも届いてないんですよこっちはって言ってってなったらどうしたらいいんですか？そう、隣の方にもしじゃあ届けましたってなってたらどうするんですか？わかんない。そんなこと初めて起こったんですけど、私かわいい猫郵便局員さんがお隣さんに確認しに行く。じゃあお隣さんに確認しに行ってお隣さんが使ってましたってなったらどうなります？そうですよね。お隣さんに来てたら普通、自分のじゃない、おかしいなってなるよね。お隣の方のだってなるよね絶対。隣は使ってもない、使ってても使ってないっていうか、もう最悪。どうしたらいいんですか？不運すぎない？マピは受け取ってない、受け取ってない、受け取ってないってこれからも言い張るね。うん、お隣さんとか知らない人じゃないですけど、そりゃでもだとしてもこの一件でめっちゃなんかめっちゃそう居づらくなってもさ、こっちも困るじゃないですか。マックミックさんハートありがとうございますね。でしょ、つらーい。そうじゃ、本当にそうじゃなかった時の気まずさ。
かわいい佐々木そうだからハピョンはそうなんですよ、今追跡番号Uメールだから追跡番号ないから郵便局にだって問い合わせてもいやちょっと追跡番号ないんでって言われるじゃないですか。とりあえずショップからの連絡を待つしかない。確かにそうですよね。とりあえずそれを待つしかない。ですよね。おかしい。おかしい。もう私はでも書かない、押さないぞ。注文完了、押さないぞ絶対。注文じゃない、受け取り完了、絶対押さないぞ。絶対押さないぞ。早く連絡来ないと不安になっちゃう。不安になっちゃう。まるちゃん全然頭に入ってない。おかしい。まあきっと連絡はまだまだ先だと思うんですけど。待ち待ち。待ちです。とりあえずまるちゃん終わっちゃった。ウケる。
いつ気づいたっていうと、まあ、ずっと全然届かないのになんか受け取り完了してくださいみたいな、受け取り確認してくださいってめっちゃ来るんですね。そうで、なんかまだかなまだかなって待ってるんですよ。でそしたらで、ま、待ってたんですね私は。いや普通に来てねえよと思いながら来てねえもんは押せねえよと思いながら待ってたんです。でそしたら全然届いてないのに、今日さ、昨日配送完了って押されてて、そうで配送完了は多分その郵便側さんが押すじゃないですか。だからそれもおかしいと思って、配送完了されてないのに勝手に配送完了されてると思って、そうそれまでは配送完了されてないから私はまだかなって待ってたんですけど、勝手に配送完了されてるぞこれはと思って、おかしいぞと思って、とりあえずあのショップにお問い合わせをしたっていうのがここまでの経緯です。プンプンしちゃうよハロピョン。ね、おかしいでしょ。プンプンしちゃう。郵便局は一応お客様相談室がある。え、そうなの？そこにじゃあトゥルルルルってするしかない？え、なんかおこっていうより結構なんかショック、悲しいです。めっちゃ楽しみにしてたのにこれが来るの。そうなんかイライラより悲しい、シクシクって感じ、ピエンピエンって感じ。うん、平気で家間違う、それやめてほしいけどね。追跡がないのに何を持って完了と押すのかな。確かに、でも今私にできることはそのショップに問い合わせるっていうことと、あのお休みの日のお客様相談室にお客様に相談するっていうことしかできないので、私には。うん、どうしたらいいんだろう。届いてほしいのに悲しい。ショック結構涙。ちなみにかおりちゃんの、かおりちゃんも同じことあったの？配達員さんの誤配が原因。もうやめてください配達員さん間違えないで、確認して、5回ぐらい確認してお願い。配達員さんにとっては100通のうちの1個かもしれないけど、私にとってはそれが大切な1個なの。間違えないで。つら。
悲しい。涙。配達員さんが面倒くさくなって捨てたパターンあった。やばい捨てないで面倒くさくならないでもらっていい？お金もらって仕事してるんでしょ、そうやってまあそんなパターンは稀だと思うけど絶対受ける。そんなのあるの捨てるのたまに聞く。やばい、捨てないでもらっていいですか。もう日本信じれなくなっちゃうよ。日本は大丈夫って思ってるのに。やば、そんな事案発生すんの。でもショップからはきっと、いや僕たちは配送しましたんでってしか来ないですよね。どうしたらいいんですか。どうしたらいいんだろう。結構悲しい。プンプンじゃない。かなかな、かなかな、かなかなって言い方あってんのか。他のも届いているなら登録住所が間違っているのはありえない。そうなんですよね。これまで Q 店さんで結構何度も買い物してきたんですけど、こういうことは一回もなかったので。そう、悲しいです。めっちゃたまちゃんじゃなくてなんだっけ、サザエさん入っちゃう。悲しい。悲しいだけ。待って、一番最初見てなかったから何が起こってるのか分かんない。サザエさん何が起こってるんだろう。何が起こったんですか、サザエさんどういうこと？
全然分かんなかった見てないから全然分かんなかった。もうネットで調べるしかない、一旦。一旦ショップの連絡待ち。国内なら多分翌営業日。いつだろう。算数5点はやばい。確かに受けるタラちゃん、それはダメだよタラちゃん、それはダメだよやばくない？お兄ちゃん優しい。お兄ちゃんじゃないのか、カツオくん優しい。おばあちゃん、いいじゃん、人の罪かぶったんだから。なんで怒んの？かわいそう、カツオくん。これはちょっと波平さんが悪いです、さすがに。髪の毛ある髪の毛はあるよ。え、わかめちゃん起きてたの？わかめちゃん起きてたの？まさかの。嘘でしょ？びっくり。
男兄弟は欲しかったですか？だって。そうですね、まあきっとないものねだりではあるんですけど、そうですねとっても、はい、お兄ちゃんも弟も欲しかったです。まあ弟はねまだワンチャンあるかもしれないけど、お兄ちゃんはもう無理なので。そうですね、いやまあでもゼロではないじゃないですかゼロではないじゃないですか。お兄ちゃんはもう無理なので、もなかって言っちゃったサザエさん。テテ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 、バーストップさんハートありがとうございます。今日見て指切ったの、大事な左腕の薬指ちょっとわかめちゃんのワンピースかわいい、確かになんか柄がある。家族7人で物干し竿1本はきつくない？いやまあ乾燥機もあるんじゃない？浴室乾燥とかしてるんじゃないですか？下着とか、わかみちゃんの下着とか物干し竿でダメでしょ？でしょ？浴室乾燥とかあるんですよきっと。ねえ優しい花澤さん。ねえ、マスお兄さんあれできるんだ、演技できるんだ。和菓子ってうまいよな。私もおはぎ大好き。おじいちゃん優しい。
確かに私は粒あんの方が好きな人です。粒あんの方が好き、こしあんより。カツオくんの分も欲しいみんなおはぎも買って帰る、やばいめっちゃおはぎあるやん、磯野家。確かに。のりすけさんのとこにもあるかな。なんで？つらっ似てるな、全部顔すごいいっぱい、食べたくなってきちゃった。おはぎうまそう。一口でいったよあの人、おはぎやば。ね、きな粉とかあった、さっき美味しそうだった。出しちゃってる、ウケる。なんかサザエさんってさ、オチいつも気まずくない？サザエさんのオチっていつも気まずいイメージ。なんかすいませんみたいなイメージ。キマゼットですよ。キマゼットで落としてますよね、大体。いや眠くはないんですけど、いや眠い、眠くはないんですけど。あ、メイクしなきゃ、ピョンムービーのために。今日もピョンムービーのためにメイクをします。太子さんがおはぎ作ってたの受けた、それな。
うん、すごい、トロちゃん。調香師って何？調香生？何？結構そういうとこあるよね、波平さんって。まだ若いと思っていたがみたいな時そういうのなんかよく見る。できんでしょ、線じゃなくて ことはできんでしょ、波平さん みんな同じ顔。あ、やばい波平さんと同じこと言ってる私、やばい。いて、あ、じわじわしてきた、痛そう。そんなわけないやん。かわいいな、みへいさん。だって私がじゃああのパック使ったら12歳になるってことでしょ。小学生だよ、小学生あ、やだやだ、ナイス。波平さん54歳。なんかおじいちゃんクラブみたいなおじいちゃんクラブみたいな人たちだ。パンダさんハートありがとうございます。うわ、絶対ぎっくり腰とかしそうな。バテバテ、波平さん。一緒にサッカーしてた人一人いなかった、かわいそう。一人ハブされてた美味しそう。なんかおいしそう。
えらいタラちゃん。茶碗蒸し1,2,3,4,5,7人分作ったってこと？天ぷらも7人分揚げたってことですか？やばくない？天ぷら7人分揚げる。だって茶碗蒸しは最悪さ、その卵液みたいなののさ量を多くしてさ蒸せば最悪いいけどさ、天ぷら7人分はやばくない？おばあちゃん強。テレテテレテレテテレテテテレテテレテレテテレテレテテレテテレテテ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 テ。元カレです。テレテテレテレテテレテレテテレテ。これはサザエさんです。今のはサザエさん。テレテテレテレテテレテレテテレテ。あれ待って、元カレです。分かんなくなっちゃった。あれ。テレテテレテレテテレテレテテレテンテンか。じゃんけんは私はじゃあグーを出します。さーて来週のサザエさんはまだでした。さーて来週のサザエさんはカツオです。姉さんが庭で鼻をクンクンさせてたから焼き芋屋さんって聞いたら金木犀の香りを嗅いでたって、本当かな。さて次回は一人の時間の楽しみ、マスオさん怒る僕の寿司道の3本です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんポン。待って、アイコになっちゃった。私前の時もアイコだったんですよね。前ファンの方と一緒に見た時もずっとアイコ、いつもアイコ。今日聞いてください、ずっと聞いてると思うんですけど、今日うちの推しにデッドボールがなったんです。バチコーンなったんですよ。で昨日千賀さんも、千賀さんじゃない、ギータさんもやられて、もう何なんですか。ちょっとオリックスさん、どうちょっと説明してください。っていう気持ちで今いっぱいです。もう菊池直人さん、ミラボール3つありがとうございます。さっきの10個分と後で一緒に歌います。ごめんね、待っててね、ありがとう。あ、そう、今宮さん野球の話なんですけど、と思って、ちょっとさすがに橋本プンプンです。はい、ちょっとって。しかもまあギータさんも結構主軸、打撃的には主軸だし、あの
今宮さんも最近結構ドゥンドゥンドゥンってノリに乗ってきてたのに、もうちょっとおこが止まらないんですけど私は。そう、おこが止まらなくて、どうするんですか。ここまで頑張ってきたのに今宮さん、最後の最後に出れないとかになったらもう泣いちゃうよ。もうこれはプンプンです。さっきまではプンプンじゃなかったけど、これはプンプン案件です。うん、ミラーボール歌おう。え、もうポンポンのポンポンのポンポンです、本当に。いや、まあ、わざとじゃないのはしょうが知ってる、わかるけど、わかりますよ。そのわざとで誰もね、わざとでボールあーって当てないですよ。そんなことしてたらもう余計にもうホークスファンのヘイトたまりまくりだろうな、それだったら。もしも、わざとじゃないのはわかるんですけど、だとしてもちょっとね、推しがやられるとちょっと流石に怒っちゃう。ということで大人列車の続き歌います。あとちょっと。こんなに悲しい別れと深いぜ、壺の淵で光を探すように悲しみ克服してゆく。ということで、まずはありがとうございます、ミラーボール。そして大人列車も歌い終わっちゃったんで、今日は何の日、今日は何の日、かいわれ大根の日。犬の日だって今日。犬の日。ネバーストップさん、ミラボール2つありがとうございます。待って、13足す2足す2引く1 14、あと14個。ラブラドール、なんか他に犬の歌ないかな。待って、ニックさん、ミラーボール2つありがとうございます。やばい、溜まってる。16ありがとう、ミラーボールありがとうございます。 AKB 犬。あ、そこで犬の、でもそれは歌えない。
どうしよう、 AKB 犬。犬系の曲。あ、この曲あるかな、ここに。あ、ある、あるけど、ちょっと私聞かないとわかんないあのこの間のあれで、8の日でナギとマシロンがやってた。トイプードルと君の物語。でも聞かないとわかんない。いけるかも。トイプートイプー君みたい、トイプートイプー似ているね、ソファーのクッションにちょこんと座ってる。トイプートイプー君みたい、トイプートイプー可愛いね、何か言ったソニー僕を見てる。4つ分ありがとうございますちょっとずつショー、あの、なんていうんですか、歌っていくスタイル。今は16中の4つ、あと4分の1ですね。ここから A メロ B メロ全然わかんないんで、ちょっとゆっくり。むずそう。え、めっちゃむずそう。いけるかな。ある日起きたらいなかった、君が突然出ていた。だってあなたが眠ってたから、家での理由がわからない。僕が何かをしたのかな。別にあなたが悪いわけじゃない。じゃあ最後もう一回。悪いわけじゃない、悪い、別にあなたが悪いわけじゃない。ちょっと悔しい。ある日起きたらいなかった、君が突然出ていた。だってあなたが眠ってたから、家での理由がわからない。僕が何かをしたのかな。別にあなたが悪いわけじゃない。まだ2個4分の2なので、間違えた、4足す2なので、あと6、あと10個長い道のり。二人に買うこと決めたよね、うちのベイビーどうするの。いけるかな。ペットショップで二人で買うこと決めたよね。むずっ。ペットショップで二
二人で買うこと決めたよね決めたよね。書かないと分かんない。冷凍ショーパで二人で買うこと決めたよ決めたよね。冷凍ショーパで二人で買うこと決めたよね。うちのベイビーどうするの。やってみます。ベイトショーパで二人で買うこと決めたよ。あ、ダメだ、もう一回。あ、決めたよね。ベイトショーパで二人で買うこと決めたよね。うちのベイビーどうするの。こんだけ頑張って一個あと9。ありがとうございます。すいません皆さん。トイプートイプー泣かないで、トイプートイプー寂しがり、僕の腕の中でずっと甘えてるよ。トイプートイプー泣かないで、トイプートイプー眠ってて、きっとそのうちに帰ってくる。ありがとうございます。あと5個。歌えるかな。いきます。トイプートイプーもう少し、トイプートイプー待ってれば元気な声がする、何もなかったように。トイプートイプーもう少し、トイプートイプーここにいよ、ほらね今君が帰ってきた。あと1個ありがとう。歌えるかな。愛はいつだってリードないからね、ふらりどこかへと家の外へ。むずっ。愛はいつだってリードないからね、二人どこかへと家の外へお出かけ。むずっ。佐久間さんミラーボール一つありがとうございます。これでちょうど終わる。ないからね、二人どこかへと家の外へお出かけ。愛はいつだって自由気ままだね、君のこと縛れないよ。最後、君のことを縛れない、君の君のこと、き愛のことを縛れないよ。よし、行きます。あと2個分。愛はいつだってリードないからね、ふらりどこかへ家の外へお出かけ。愛はいつだって自由気ままだね、君のことは縛れないよ。ギリギリセーフありがとうございます。ギリギリセーフですアウトかもしれませんがギリギリセーフでーす、ギリギリセーフでございます。サプライズレバーさん、パンダさん、トラック野郎さん、ギャローさん、ふさくまさん、ミラボールありがとう。ネバーストップさんもミラボールありがとうかな。ニックさん、ミラボールありがとう。
かな。菊池直久さんもミラボルありがとう。以上ですかね、きっとこの分の。無事ありがとうございます。投資でもう一回歌ってほしい、投資でもう一回歌ってほしいなら、同じ量のミラーボールを投下するしかございません。はい。橋本春奈、そんなに甘くない。すいません、自分で曲選んどいて。このイヤホンワイヤレスです。でもママと使ってたのが一緒だったので、ここに私はメッフィーちゃんのシールを貼りました。そう、エアポッツが新しいのが出るまでのなんか代役だったんですけど、エアポッツ買うか迷ってます。高い、めっちゃ高い。アップル新しいの出るじゃないですか、てか出たじゃないですか、発表されたじゃないですか。ただやっぱ高いんですよね。4万するんだよ、4万。私はプロじゃないと嫌なんですよ。っていうのも、そのこのこれじゃないと嫌なんです、この形じゃないと嫌なので、プロじゃないと嫌なんですけど、めっちゃ高い。4万ってやばない？どういうこと？って感じ。4万か。いや全然普通にエアポッツの筒タイプのやつでもいいんですけど、この耳の部分だけなんですよね。それだけなのに1万3000もプラスなのってちょっと辛くない？と思ってめっちゃ迷ってるんです。でもさ、普通に考えてください、イヤホンで3万出す？なくすぜハルピョン絶対。だってこのイヤホン1500円ですよ。って思ってるんですよ今。だから別にエアポッツ、わざわざエアポッツじゃなくてもいいのかなとか思いつつ、なんか私がこれ、あの前持ってたあれからこっちに変えた理由って、まずなんか全然そのなんかね、磁石がこのこれ上と下こう蓋の磁石がなんか全然機能しなくなっちゃったのが一つと、あともともとその私が前に使ってたイヤホンがなんか、なんて言うんですか、あのあれなんですよ、端末とその携帯との音ずれがすごくて、音と映像のずれがすごくて、そうなんかイライラしてたのずっと。なんかなんでイライラするかっていうと、私って結構フリバイとかをその見ることが多いので、携帯でだいたい音楽を聴くっていうよりフリ文を見るっていうことの方が多いので、なんか多分他の人よりもそのズレが気になっちゃうんですよ。そうだから余計にイライラしてたので、これに変えてからは全然それもなくって、めっちゃ便利で割とこれで結構満足、落ち着いてるんですけど、4万は高いよ。ちょっと4万は高いなって思ってます。
4万は高い。イヤホン4万。AirPods に変えると今できないことができたりするんですか？ノイズキャンセルですね。まあ一番強いのは。でも別に AirPods じゃなくてもいいよねっていう気持ちにもなってる。4万だよ。もうずっと言ってるまあでも確かにその他の私が使ってる製品が全部アップル、基本アップルなので、そのなんて言うんですか、うん、そのなんて言うんだろう、テザリングとかが楽ではある。テザリング？ Bluetooth つなげたりとか。でも4万あったら何できる？新幹線行って帰って行くことはできる。でしょ？ペアリング、それです、ペアリングそれです、それです。ソニーは品質高い。ソニー2万、結局3万するじゃん。あ、物によるか。でも私そんなに音質気になるとかって思わないからな、別にいいやって気持ちになっちゃうんですよねそう、うん、あ、学割聞いたらいくらなんだろう、 AirPods。そう、壊れた時にショックだから、え、学割聞いても4万するんですけど、え、なんで？学割って知ってる？学割対象外だよねきっとこれ。うわ、じゃあ別に今買わなくてもいいや。ね、AirPods Pro ない、学割今じゃなくていいや。なんで？じゃあいいやじゃあいいや。はい、もう学割の話、学割がなくなったらもう私は買いません学割大事
6割しか勝たん。6割は使えるときに使い倒すのがいいんですよ。ドラーケ公演2曲目で下手に来たときに客席からヤポッと投げ入れ、2曲目 ?3 曲目やろ。春一番でしょ、思い出作りにいいでしょ、投げ入れてほしいわ。なんなら手渡ししてほしい。奇跡は起きない、ん、母しのことを忘れるな、メールするなんてそんな言葉よりガールフレンドを作るなよ、ありがとうさん。ありがとう入っちゃう、やば。ダメですよ、スタッフさんに見つかりますよ。もう全部アウトですよね。まずプレゼント1万円以内、家電製品はダメ、電化製品はダメ、手渡し、はい、もうアウト、全アウト、できん。私が卒業になるの？でも私がこう言ってるから卒業、私が卒業になるのかな。この配信をしなかったら私はなんか手パーにしたら勝手になんか置かれて、なんか落としちゃダメかなと思ってキャッチしただけなんですって言えば。ゲームソフトはね全然あのあれですよ。なんでなんですかね、家電製品ダメなのに、電化製品ダメなのにゲームソフトは OK なんですよね。謎、謎システム。いただいたことありますもん、私も。最近ないけど、あ、それとかそのこれなんだっけ、 AirPods だとどこにその私のイヤホンがあるかが分かるらしい。結構ツイッターとかで見ます、めっちゃ。なんか例えば北海道の人がなんか東京のところにイヤホンがあって、私のイヤホン返してくださいみたいな。そう、めっちゃ見るそういうツイート。うん、4万円お話し会にぶち込んだら完売増やせる。もう単純計算で40ですから、ね、うん、力にはなる絶対。 AirPods 買ってる人、エアポッツプロ持ってる人、ハルピョンに、ハルピョンのお話し会に来てよ。なんで来てくれないのよ、プンプン。もうこれからお話し会中ももうそう思っちゃうじゃん。この人エアポッツだ、持ってるのって。
クリスマスプレゼントでエアポッド降ってくる。本当だよ、雪の代わりにエアポッド降ってきてほしいわ。 iPad 買ったのにドボンにしか使ってないからお話し会に使う大丈夫、私もそうだから。ドボンにしか使ってないわけではないけど、いろいろそのお名前書いたりとかには使ってる。割と有効活用はしてるけど、ほぼドボンほぼほぼドボン。うん、名前を書くのも確かにドボンのため。確かに確かに、うん、結局ドボンだ。ドボンに支配されてる女そんなこと言わないで。いや、言い出したの自分だし食べたら、え、一旦ご飯食べてこようかな。で、また後でちょっとしてから始めようかな配信。9時20分ぐらいにはちょっと一旦、20分25分ぐらいには一旦切らなきゃいけなくて、一瞬ちょっとできないんですけど、それまではね時間があるんで、一旦ご飯食べて間もなくですと思うので、45分ぐらい、8時15分ぐらいから多分もう一回始めれると思うかな。で、1時間ぐらい配信して、配信切って、ちょっとその後また配信するかどうかはちょっと分かんないけど考え中だけど、そうしましょう。で、その時にメイクします。だからご飯食べてから料理作るんですか？だって、あ、私のことを知らない人がいる。ハルピオンのことをよく知ってください、ぜひこれから。答えは言わない答えは言わない。まあ、ご飯食べてからはとりあえず配信できるんで、ちょっとご飯が何かにもよりますけど、マッチョください。ランキング読みます。はい、1位、サプライズレバーさん、ありがとうございます。2位、パンダさん、ありがとうございます。3位、間違えた、もう一回いきます。1位、サプライズレバーさん、ありがとうございます。2位、トラック野郎さん、ありがとうございます。
3位パンダさんありがとうございます。4位すみちゃんありがとうございます。5位イバジュンさんありがとうございます。6位ギャローさんありがとうございます。7位ネバーストップアット3位届いたさんありがとうございます。8位フィリップさんありがとうございます。9位、マックミックさんありがとうございます。10位マサさんありがとうございます。11位菊池直久さんありがとうございます。12位ひよちーさんありがとうございます。13位鬼塚ひで鬼塚英吉さんかな、ありがとうございます。ということで、本日のラッキー88位はやっちんさんです。ありがとうございました。ということで皆さん本日も、ありがとうございました。また15分ぐらいに配信するんでまた見に来てください。それではキャッチフレーズして終わります。一緒にサザエさん見てくれてありがとう。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで8772人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本るなでした。ありがとうございました。それではまた後ほど後でバイバーイ、ありがとう。